いやーこれは本当に嬉しい情報ですね。<music> さあ、本日はですね、えー、最新情報まとめということで、えー、3つほど、えー、なんと情報がございます。 はい。ということで、一つ目なんですけども、えー、ついに来るぞ。柱稽古編ステージが開催ということで、えー、なんとですね、えー、ジャンプフェスタ2024にて、えー、鬼滅の刃柱稽古編のステージが、なんと開催決定いたしました。まあ、これほぼ確実にですね、えー、最新情報がここで解禁されます。いやー、これは本当に嬉しいですね。 さあ、そしてそんなジャンプフェスタの詳細なんですがあ、なんと今年はですね、2023年の12月の16日の土曜日から17日の日曜日開催となっておりまして、9時から5時まで開催となっております。さあ、そして幕張メッセにて開催のどでかいイベントなんですが、 まあ今年もですね、オンライン配信なんかはありそうだなと思っております。さあ、そんな今年はですね、ステージが3つほどございまして、ジャンプスーパーステージレッドと、ジャンプスーパーステージブルーと、ジャンプスタジオとなっておりますね。さあ、そしてそんなレッドステージなんですけども、幕張を揺るがす 超ド級のメインステージ、注目タイトル目白押しの個性あふれるステージを見逃すなとなっておりまして、作品ラインナップはこんな感じとなっております。まあ、だいぶですね、かなり人気タイトルが満載といった形なんですが、ヒロアカとか、チェーンソーマンとか、スパイファミリーとか、 怪獣8号なんかがね、最新情報解禁来るんじゃないかなと思っておりますね。さあ、続いてはですね、ジャンプスーパーステージブルーということなんですけども、超人気タイトル満載、大興奮間違いなし、もう一つのメインステージで最新情報をチェックしようということで、まあ、こちらのラインナップがですね、なんと、 鬼滅の刃が参戦しておりますということで、まあ、最新情報をチェックしようという文言がありますのでね、まあ、そんな最新情報が解禁されてくるんじゃないかなと思っております。えー、さらには他にですね、銀玉、ブリーチ、ドクターストーンなど人気タイトルも揃っておりますし、地獄楽、 え、ダンダダンとかのね、アニメ情報なんかも欲しいね。そんなステージとなっております。さあ、そして三つ目のステージがですね、なんとジャンプスタジオとなっておりまして、作品ラインナップがですね、こんな感じとなっております。まあ、ここはですね、推しの子第二期なんかのね、最新情報が、まあ、登場してくるんじゃないかなと思っております。 さあ、そしてですね、今回、えー、海外のアニメ公式ツイッターを見るとですね、えー、今回情報が解禁されるタイトルの、えー、ヒントが隠されておりました。そう、えー、この表紙にされている7作品、えー、僕のヒーローアカデミア、推しの子、えー、鬼滅の刃、ブリーチ、えー、地獄楽、えー、怪獣8号、チェーンソーマンのですね、最新情報が、 解禁されそうなんですよね。で、ヒロアカは第7期の最新情報。え、オシノコは第2期の情報。鬼滅の刃は柱稽古編の情報。ブリーチは千年決戦編の情報。地獄楽は第2期の情報。怪獣八号は第1期の情報。チェーンソーマンは 第2期、そして続編の情報ですね。まあ、これらの情報がですね、まあ、今回のジャンプフェスタでは、まあ、解禁されるのではないかなと思っております。まあ、そんな感じで、まあ、この7作品を、えー、表紙にした理由、まあ、それはね、まあ、そういうことなんじゃないかなと思っておりますね。さあ、つまりはですね、 え、ひとまず、え、12月の16日から、あ、17日にはですね、え、柱稽古編の最新情報が、まあ、解禁されそうですと、さあ、そして二つ目の情報なんですけども、え、なんとですね、え、2024年の1月の7日の日曜日に、え、アニプレックス20周年、 アニバーサリーイベントというのが、あなんと開催決定いたしました。あということでえ、もちろんですね、えこれほぼ確実にえ、鬼滅の山の参戦が決定しております。さあ、そして現段階で発表されている情報なんですが、あまずはアーティスト情報ということで、まあ、こんな感じですね。 え、なんと、エメさんと、リサさんが、すでに参戦決定しております。まあ、これはですね、主題歌メドレーなんかがあるのかなと思っておりますね。はい。いやー、これ、しかも、アンドモアということで、まあ、マンウィザーミッション×ミレイなんかも、まあ、登場する可能性はありますね。 えー、さらにはですね、結束バンドということで、もうすでに、ボッチザロックのね、えー、参戦が、ま、決定しているということでいや、ま、かなり羨ましいですね。さあ、続いてですね、えー、声優情報も、えー、なんと解禁となりましたということで、えー、こちらでございます。 さあ、なんとですね、え花江夏樹さんが、なんと登場ということで、まあ、これはですねえ、かまど炭治郎の役で、おなじみのえ花江さんとなっております。えアニプレックスでえ、花江さんが担当している主要キャラクターはですね、えなんと炭治郎ぐらいしかいないということで、 もうこれは間違いなくですねえー。鬼滅の刃が参戦決定とまあ、なっているわけなんですよね。まあまたですね、えー、アニプレックスの20周年を決定するイベントですので、えー、有名作品はほぼほぼまあ、参加することは間違いないと、まあ、いうことなんですが、まあ、この時点でえかぐや様は告らせたい、えー、あの花リコリコとかもね。まあ、キャストから。 うん、明らかとなっておりますね。はい。てな感じで、え2024年の1月の7日の日曜日にえ、なんとどでかいイベントがありますので、まあ、ここでのね、うん、鬼滅の最新情報の解禁なんかも、まあ、かなり期待となっております。まあ、ワンチャンですね。え、無限上編の情報とかも、まあ、あるかもしれないですね。はい。 えー、さらには今後のイベントなんですが、あ一応こんな感じですということで、えー、10月以降もですね、えー、まだまだたくさんイベントがありますので、まあ、解禁のタイミングっていうのは、うん、割とたくさんありますね。さあ、それではですね、 え3つ目のおまけ情報なんですけども、鬼滅の刃のえなんと新作ゲームが発売決定ということで、え任天堂スイッチにてえ2024年発売決定となっておりますえ。最大4人で遊べるボードゲームが登場ということで、 え、オフライン、オンラインで、え、なんとみんなでワイワイ、え、盛り上がることができる、え、そんなゲームとなっております。まあ、こちらですね、PV が、すでに公開されているということで、まあ、私拝見したんですが、まあ、なかなかね、え、面白そうな内容となっていますので、まあ、発売されたらオンラインでね、まあ、みんなで、 ちょっとこうね、視聴者さんとね、生配信でやりたいなというふうに思っております。まあ、そんな感じのゲームが発売ですね。はい、ということでまとめなんですが、あ12月と1月にえ、鬼滅関連のでかいイベントが開催されましてですね、えいよいよ柱稽古編の放送日などの解禁が うん、されていくんじゃないかなと思っております。まあ、年末からですね、本格的にいろいろと、まあ、情報が動いていきそうなので、まあ、マジで楽しみですね、と。はい、ということで、え、皆さんまた次回のところで、お会いしましょう,うっ